1978年の南海ホークスでは、1978年の南海ホークスにおける動向をまとめる。このシーズンの南海ホークスは、広瀬義則監督の1年目のシーズンである。野村克也前監督の解任を受けて就任した広瀬新監督は、泥まみれ野球を掲げ、鶴岡野球への回帰と野村色の一層を図り、ユニフォームのデザインも一新するなどチームの イメージチェンジを図った。しかし野村に続き、主力選手の江夏豊と柏原淳一まで抜けたチームの戦力低下は、明白で、4月中旬の8連敗に続いて5月にも8連敗を喫し、5月下旬に最下位に転落すると、そのまま浮上することなく、前期が終了。後期に入っても、開幕早々7連敗で最下位に転落、その後一時は5位に浮上するが、 8月12日の日本ハムとのダブルヘッダーに連敗し再び再開になるとチームに再び這い上がる力は残っていなかった。戦力が大幅ダウンしたチームは成績も大きく下落し、チーム打率はリーグ唯一の2割3部台で本塁打も唯一3桁に届かず、チーム防御率も前年のリーグ1位から1点近く落とし、 ロッテと同率のリーグ再開に沈む中、2年目の村上幸弘が5勝8敗という平凡な成績ながら新人王に輝き、数少ない明るい話題を提供した。対戦成績では11年ぶりに A クラス入りの日本ハムに13勝12敗1分と勝ち越して、全球団負け越しこそ逃れたものの、それまで互角だった半球には5勝19敗2分で半球の4連覇を許し、 後期に半球とマッチレースを演じた近鉄には5勝17敗4分と大きく負け越し、近鉄に躍進の引き立て役となってしまった。半球が全後期間全優勝したため、プレイオフは行わずそのまま年間優勝。ありがとうございます。